縦にお札の入れられる2つ折りのミニ財布の作り方です。このように入り口が上になっていて、ここからお札を出し入れできます。外側はファスナーがついていて、カード2枚くらいと小銭が入ります。深さはここまでなので、2つ折りにしても伸ばしてもそのまま使えます。サイズは横が11センチ、広げた時に縦が 18.5 センチです。使っている布は表がオックスで、裏は薄手の生地を使いました。材料はこちらです。表布が 13×53 センチ、裏が 13×36 センチ、20センチファスナーと1センチのホックです。 1.5 センチでもいいですが、1センチの方がすっきり仕上がります。表布を方向がある場合は右側を上にして、裏側に折り線の印をつけます。端から 3.5 センチと端から17センチに印をつけます。3.5 センチと17センチ。印通りにアイロンで折ります。ファスナーを上向きに置いて広げます。折り線で挟んでミシンで縫います。開いて端ミシンをかけます。閉じて端に印をつけます。開いて折り目に端を合わせて同じように縫います。こちらは生地を両方とも下に下ろして開いて端の方を留めておきます。端ミシンをかけます。ちょっと左側に引くようにしてかけます。ファスナーを内側に入れます。裏布と中表に合わせてクリップで留めます。反対側もクリップで両端を留めます。こちらには返し口を作ります。6センチの印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。反対側は端から端まで縫います。表同士、裏同士を合わせて留めます。縫い代は表か裏同じ方向に倒して留めます。切り替えのところを合わせて表布側に待ち針をつけておきます。周りも留めます。
両端を1センチの縫い代で縫います。余りのファスナーを切ります。両端も5ミリぐらいカットしておくとすっきり仕上がります。返し口から表に返します。裏布を中に入れます。定規などで奥に差し込みます。裏布は1センチぐらい短くなるように作っています。入り口のところを折って、返し口もきれいにアイロンを当てておきます。返し口のところから1周上端を縫います。裏布と表布をしっかり沿わせておいて、表側からアイロンをかけます。真ん中にホックをつけます。半分に折って、折り目にもアイロンを当てて出来上がりです。表生地を 13×53cm、裏は 13×36cm に切ってみます。まず切りたいところにアイロンを当てます。縦に切りたいので使うところだけいつもアイロンを当てています。折りの強いところだけ霧吹きをかけています。横に耳があれば耳を利用して横幅は揃えます。耳のところが縫い代よりも幅が広いときは縦に線を引きます。今回は5ミリぐらいなのでこのまま使います。以前に作ったこの下敷き定規を使っています。13センチを端に合わせて、ちょっとはみ出てしまいましたが13センチの縦の線を引きます。53センチなので縦は半分に折って 26.5センチ。これは30センチ定規をいつも使っています。 26.5センチ。 この生地の場合はちょうど 26.5センチ だったのでそのまま使いますが、縦の線はこの30センチ定規で印をつけて切り取ります。今回はちょうど 26.5センチ なのでこのままカットします。
裏布も同じように先にアイロンを当てて布端を使います。長さが36センチなので輪にして横13センチ、縦18センチに切ります。横は13センチに合わせて、縦は18センチに合わせて四角を描きます。こちらも端が1センチより短いのでそのまま使います。この点々があったりするときは線を引いてカットしてから測ります。